Thank you.
小太郎くん、小太郎くん。何言ってるさ、部活でしょ。来たよ、小太郎くん。力になりに。違うよ、小太郎くん。あたしはあたし。小太郎くんと同じ。さあ行こう。みんな待ってる。自分で読んだくせに。二人はここらの見張り番、私らはこっち。遅えぞ天王寺。ここですぐにも決着つけてえところだが、今日は任務があるんでな。勘弁、俺らは魔物の出現を見つけて伝えりゃいいんだな。そう、徹底的に見回ってほしいの。伝えることが第一で、戦う必要はないから。いや、悪いが俺もこいつらも戦うぜ。必要がなくともな。死んじゃうよ。構わねえ。それがクールガイってもんだろ。天王寺、手柄を独り占めにはさせねえ。違うな。こっちが勝手にやってることだ。思い上がってんじゃねえよ。はいはい、そこまでね。先行くよ。
やれやれ、やっとお出ましか。お疲れ様です。人を呼びつけておいて遅刻してくるとは何様。で守る。その理論というのはいつ完成するのかしら。おっちゃん、それきつい。一人だけ成長してますから。二十歳くらいに。起こしに行って、私もびっくりこいた。一人だけ大人になるなんてインチキ。守りを固めるのはいいとして、打開策はあるのか。ただ同情するだけというのはナンセンスだぞ。ねえ、そもそも理論って何？鍵の救済のことですか？敵は何も。構わないわ。こんなところでまでしがらみを引きずるつもりはないわ。まさしく鹿島さくらのやり方だわ。ガイアとガーディアンが手を取り合って鍵を守るんだな。それも星を救うためにです。それは痛快でいいな。気楽なのもいい。そんなのがよかった。根掘り葉掘り聞きたい気持ちはあるけど、どうせ理解できないのでしょうし。最初の仕事も入ったようだからな。こんなの気づくも気づかないもない。見え見えだ。もしかして魔物が来たの？そうみたいですね。まだ遠い町の方。Thank you.
べないですかね。断じて咲夜じゃないです。強いことは強いと思うよ。その代わり、この相撲レスラーみたいな人は同じことしか言わないの？よろしくね、昨夜。なかなかどうして強そうだ。ちょっと、受け入れないでくださいよ。とかやってるうちに来たようだが。すまね、早速4匹そっちに行った。手も足も出なかった。人の力じゃどうしようもねえ。3人やられた。次からは見張り役に徹する。使わせてもらうわ。できたら獲物は刀がいいな。
問題ない。体が資本だ。平気。ここでいいんですか？あの、力の密集してるあたりだね。魔物の消滅を確認したわ。シズルが2頭を片付けたわ。暇だったよ。一匹も来ませんでした。片付いた。なんだかこの戦いは気分がいい。絶好調だったな。うん。なぜだろう。なんだしずる、わからないのか。仲間のための戦いだからだろ。なるほど。ご苦労だったわ、みんな。ごめんなさい。支援しようとしたけど、つけ入る隙がなくて。しかし、そうそうお目にかかることのないレベルの魔物だった。鹿島さくらは大量の化石標本を買い集めていたから、それを利用してるのね。そんなのがゾロゾロ出てくるの？やれる。すごい自信ですね。これが本物だったらもっといけるはず。拠点を変えるわけにはいかないの？どこに逃げても一緒かも、ここじゃ。そうね。サクヤじゃないけど、サクヤ？
ねえ！見事ね。ああ、洗練されたマジックのテクニックだ。ココアがいい。おコーヒーくだち。だから、お茶に指入ってるんですけど。というかなぜ、なぜ誰も気にしないんです？6人分ちゃんとありますよ。単刀直入に言うが、見えないんだ。大きな力がわだかまっているのは感じるけど、姿は見えないんだよ。小太郎が何者かとつながっていることもわかるけど、姿は見えない。ご用意しますね。興味深い理論ね、これは。私には鍵は見えないけど、ここに組み上がっているものはわかるわ。これは命と世界のたどった道筋ね。力強い流れ。でも最後には弱々しく砕けている。こういうことには慣れているつもりよ。魔を生み出す技に似ているのね。こちらの方がずっと高度だけれど。ダメ。とても理解できそうにないわ。これを見る限り、滅びは不可避に思えるわね。万能の力にも限度はあるのね。
記述なのかしら。資源がなくなるからこういうことが起こると。資源の消費を抑えればいいの？人間って愚かね。愚かな人間ってフレーズが好きよ。誰がそんな陰口を？私たち以上の極悪人ね。大陸の数を減らしてみたら？大陸が分かれていることも国家乱立の一因なわけだから、一つの超大陸にしてしまうのよ。だいぶ違うんじゃなくて？理論上でシミュレートしてみればいいじゃない。初期宇宙については手が出ないから原始地球からスタートね。最初のプレイは適当にやってみればいいのよ。とりあえず最初の大事件は月ね。荒い動画ね。イライラするわ。原始地球の時、すでに万能の力は宿っていたのね。月を地球にぶつけるのよ。ぶつけ方でだいぶ運命が変わってくるはず。お手本はこうよ。
空気が苦手なだけよ。それにタッチパネルも増えてね。マウス操作ならもっとエイムできたわ。私のせいじゃないわ。ゲーム？頼まれてたコーヒー豆とキャンプセット買ってきたよ。お金はカウンターに置いてきたから。これはゲーム版なのか？地球で進化46億年の旅面白そうですね。月を地球にうまくぶつけて生命を誕生させるゲームよ。ぶつける。撃破成功。しかし、ぶつけるゲームだと。うん。ずいぶんね。ここからどうなる？文字が読めないな。訳してくれないか？え？読めますよ。魔物使いは読みやすいのよね。私も読める。大陸の形がどんどん変わっていく。Thank you.
中に魔物が無数に生まれているな。小太郎、この魔物は何だ？魔物で認めた。エビみたいだね。あまりうまそうではないが。ロブスターも大きいものは大味だったりするのよね。食べたことがない。茜は富豪だ。50センチくらいありますね、これ。よく見たらキリマンジャロに似てます。トゲトゲしくて可愛くない。カブトガニにしよう。角があるけど。名付けてヘラクレスオオカブトガニ。可愛い、強い、そして優しい。なかなか強そうではあるな。こないだ戦った魔物と同じくらいの強さだ。優しかったカブトたちが。生まれた当初から優しさのかけらも見えませんでしたけどね。うん、ならば小さくして数を増やしてみれば。いらないですよね。温めなきゃだよ。そうだったんだ。なら溶かしましょう。
興味なしこ。毛虫とかもいない世界だと森の散歩が楽しくなるんですけど。クラゲも滅ぼそう。可愛い生物満載の星に。適当にいじっていたら、なんだか人類が生まれてしまったわ。無茶が重なって、たまたまそうなったようね。うん、ケムクジャラだけど立って歩いてる。道具も持ってる。恐竜もいる。恐竜を飼っているようだな。この時代って隕石降ってくるんじゃないです？氷河期になるんですよね。これは…魔物使いだ。似たようなことしてたじゃないか。そうですけど。けれど、あり得たのでしょうね。二人も作ればよかったんじゃないです？
また悪い癖が出てるな。はあ、また小太郎が変になっちゃいましたね。小鳥、やっておしまい。生まれ故郷の群馬県。いつものこと。何が起こった？いきなり滅びたが。巻き戻して。いた、ここ。この人たちが魔法を使いすぎたから？その可能性は高いな。でも帝国の力は弱まってた。この路線ではいずれ使い果たすのは目に見えていた。だからということかしら。彼らは発展を放棄していたから。良い記憶を探してるって言い伝えくらいかな。滅びに瀕した際にそれに抗うプロジェクトはいくつも立てられていたな。ノアプロジェクト、エンジェルズラダープロジェクト、ジオメトリックプロジェクト、テラフォーミングプロジェクト、コロニープロジェクト、スペースシップヤマトプロジェクト。すべてが途中で破綻するか、その前に資源が枯渇で、最後は鍵に滅ぼされておしまいみたい。
すごい、わずか年単位で生命誕生のために星はかなりの量の活力を失うんだな。あなた、また何かした？もう、いじってない。自然に出てきた。でも、そんな大きくないね。これは万能の力に情報が蓄積される性質がなければ起こらない現象よ。蓄積された情報を参照してそれを再現しようとしているのね。小太郎は知らない？人が生まれてから得た知識が子孫に伝えられるという話。蓄積情報を参照して進化をいくらか早めているんじゃないかしら。手っ取り早いから。案外しずるの意見が正解かもな。おバカの小太郎がこんな複雑な考えをするだなんて。これは、でも思考形態そのものは短絡的で安心したわ。小太郎はこうでなくちゃ。どういうアイデアです？獲得形質に警告メッセージを記録して再び進化した人類に警告を与え頑張ってもらう。本当に短絡的だな。誰がそれを読むの？がっかり相手や。優位のメッセージを残すこと自体難しいと思うし、できたとしても全てを理解させることは難しそうね。握りつぶすんじゃないです？鍵を利用ばかりしてきたから少しでも力になれればと思って出しゃばってしまったけど、力になれなくて悪かったわね。Thank you.
襲撃だ。すげえ勝ったぞ。どうなってんだこりゃ。数えきれないわ。300よりたくさん。戦力差もここまで来ると笑ってしまいそう。一斉に攻め上がってくるつもりらしい。まともに対応できる数じゃないですね。どうするの？本当。任務完了。その間、守ればいいんです？どのくらいかかるの？確実にあいつらに襲われる。分かっている。無論ね。そのためにいるんだし。そうですね。罠を隠すには森の中といってな。たくさん仕掛けてある。ただまあ、すでに罠の数より敵が多いわけだが。
剣道寺、また来た。てめえら気合い入れろ。富士方向に魔物の群れ、中型さん、小型なの。小太郎、ちゃんとなさい。あなたが落ちたらおしまいなのよ。くそ。天の字、なんだありゃ。どんだけなんだよ、鹿島ってやつは。くそが、てめえには貸し100だからな。
無事ね。中に小13の集団がそちらに向かっているわ。わかったわ。小太郎が消えたら、私たちもそう長くはいられないでしょうけど、この命くらいはかけてあげるわ。
派手にぶちかます。 それが俺に吹く風だ。 観客なんだ、 一人もいねえ。 俺に似合いのラストギグだ。
だろう、小太郎。Goodbye, my brother! See you in the next life! Yeah-ha! いりません。こっちを長持ちさせるより小太郎が使った方が強いです。わかった。しかしなぜ急に襲撃の手を弱めたのか。それはないと思う。豪華のようにはいかない。あれは大丈夫ですか、千早さん。咲夜、手段は長くなるので説明している暇はないですね。ナイスタイミングと言いたいところですが、かなり遅れてしまったようで。何でもいい、手伝ってくれるなら大きな戦力だ。ええ、実のところここに来てから動き通しだったので少々疲れ気味なのです。私という存在の全認識を持ってこの場に立っているのですから、いかなる世界の私よりも今の私が強いはずです。ええ、飛べはしませんが、あの程度の高さまでなら跳躍できるかな。お断りいたします。私に命令を下していいのは千早さんだけです。でもこの状態だと別に契約してるわけでもないじゃないですか。
やる気の問題でした。では千早さん、ご命令。はい、目標はこの魔物軍団全滅させることです。大暴れよろしくお願いします。承知いたしました。まずはトラップの準備だ。大丈夫だ、彼なら安心して任せられる。そうですね。確かに策を練ったある一定空間での戦闘なら彼とは5分以上に戦ったが、私の能力が有効に働かない屋外での戦闘では例外なく私は彼に負けている。なんですか。ボム発見。
そうですか。千早さんとしずるさんまで。3人ですよ。あなたの愛しの眠り姫がいるでしょう。小太郎くん。いつかあなたは私の運命だと言ったことがありましたね。あなたは私の運命を超えていった。運命線のその先まで塗り替えていくのがあなたでしたね。私にはできないことが小太郎くんの力には秘められている気がします。私にはこの場に立つことも新たな可能性を想像することもできなかった。また来ましたね。さて、打つ手はありますか？ええ、その通りです。では、やれるだけのことをやりましょうか。はい。そうですね。私もいつもあなたの手助けをしてきた気がします。もちろん。小太郎くんごときにはお呼びもつかない方法で。任せておいてください、兄弟。
Thank you.
Follow your finger, release close to me, terrace talk, 古い夢見 far. Little dust to remember, wise leads with melody, で、ティロットン透き止めの色、小葉が黒っ